おはようございます。おはようございます。本日は、はい、富山旅行です。おお。結婚記念日旅行で富山に行きました。すごい。いいね。初めて北陸じゃない？そうですね。2人だと。天気がめっちゃいいんですよ。じゃあもういろんなとこ巡っていきたいと思います。はい。本日もよろしくお願いします。行きましょう。はいよ。いい。富山はですね、路面電車が走ってて、そうなんです。めちゃくちゃ綺麗だし。うん。そうだね、すごい都会的。今日は出かけ富山来たので、うん、まずなんか富山を一望できる場所行こうというところで、はい、乗っていこうかなと思います。そうしましょう。この電車は三津町方面南富山駅前行きです。おお、ランブランブ、市役所に来ました。観光しに来て最初に市役所来るの我々ぐらいだよね。引っ越すのか。ここ市役所の展望台があるんですよ。ちょっとまず巡る前に上から見下ろしてみようということで。そうですね、はい、来ました。あ、展望塔案内あった左。あ、めっちゃ涼しい。はい。展望会です。ドアが開きます。いや、めっちゃ綺麗だね。すぐ近くにお城あるんだね。そうだね、そこに富山城があって、うん、眺めがいいね。え、あ、格が違った。デカデカだった。ここのね、薄く見えてる。いやー、冬も来たいですね。絶対来てるよ、ね。うん。あっちが、そうだね、遠くに、遠くに海がちょっと見えてる。日本海が。ちょっとゆっくりする感じ。涼しいしね。うん、あ、エアコン完備です。最高です。大丈夫この後は、うん、一回富山駅戻って、うん、軽くお昼食べよう。はい、うん、行きましょう。寿司ですか？どうかな。おっと、寿司じゃないんですか？寿司食べますか？寿司の口だったな。じゃあ寿司の口にしましょう。寿司行きましょう。寿司行こう。はい、はい、寿司。タッチパネル式だった。私でしょ。便利。源泉輝きセットにしました。はい。楽しみです。昼からビールだー。グラスがキンキンなの、やば。最高です。分かってる。分かってまうよ。お疲れ様でーす。うますぎる。私は追加で桜マスを頼みました。めっちゃ3本。
滑らないらしい。滑らない認定を受けてるらしい。でも滑り感じなくてアメリカ。うん。で最初なめかわって言うと。私もなめかわって言うと。はい。到着しました。はい。ホタルイカミュージアムですね。駅から1キロちょいなんですけど。はい。菅の暑さに、うん、たくりました。もうね、雲ないんですよ。全く。これは。暑いよ。さすがに汗だくで旅行するのはちょっとね。ホタルイカのシーズンとシーズンじゃないかで、うん、展示の仕方が違うだし。そうなんだよね。うん、とはいえホタルイカ好きなので。好きなの。はい。さっき食べたし。はい。行きたいと思います。行ってみましょう。はい。はい。お願いします。Let's go。面白かったね。面白かった。ライブシアター時期じゃないと、うん、ホタルイカがいないんですけど。そうだね。なんか LED ライトで再現してるよみたいな感じのだけかと思ったら、うんうんうん、まさかの乾燥した海ホタル使って、うんうんうん、そのどうやって発光してるのかみたいなところを実演していただきました。ね、なんか海ホタルの博士の方が善意で乾燥海ホタルを提供してくれて発光ショーを実演してくれてる、うん、めちゃめちゃ綺麗だった。ね、面白かった、うん、すごい。なんか夏休みだけやってるイベントみたいなので、うんうん、ね、ホタルイカいないからいいやってなやつもぜひ見てもらえると、うんうん、ね、楽しいよね。学が深まりました。学が深まりました。あ、ダイオウグソクムシやってんだよ。ダイオウグソクムシもやってんだよ。あとエビもね、展示してるらしい。ちょっと見ていきましょう。ダイオウグソクムシお願いします。かわいい、丸っこい、かわいい。なんかお寿司に乗ってるエビみたいな色してる。なんかここの水槽と言ったらいいのかわかんないですけど、うん、水槽水っていうなんか1年中5度以下の珍しくて、ね、めっちゃ冷たいらしい。この間のキャンプのあの川ぐらい冷たい。立石田高原や。すごい冷たいね。おお、そうそう、だからなんか新鮮な魚介を鮮度高く持って帰れるから美味しいんだってね。定置網で撮ってるんだと思った。ね、この定置網の、量を見るのに、なんだっけ、観光船みたいなの来るって言ってたね。3月から4月、うん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 、すごいね。こういう風にするとちゃんと入ってくれるよね。すごい。夜だ夜だ。熱っ。わあ、すごい。おお、すげえ。反対側の海を切ってしまった。反対側の海？いつも太平洋バカとか。ああ、そういうこと、うん、めちゃめちゃ穏やかだね。ね、うん、でもこの暑さだったら海水もぬるそうだね。この縮尺比やべえな。あ、冷たいんだ。へえ。自分からすごい磯の香りがする。いい海でしたか。めっちゃ綺麗だわ。いや、いいね。来ております。
で今日は魚津で、花火大会があるということで、はい、ちょっとにわかで申し訳ないですが参加してこようと思います。夏を実感しようと思います。はい、シャトルバスが出てるってことは、うん、乗っていこうかと思います。はい、はい、赤こしらがいいね、いただきましょう。よし、ジャズ聴きながら、ね、海ペタでかましたるで。めっちゃ夏って感じ。ね、楽しい。これは？どんど焼き。どんど焼き。白エビ入りです。200円。200円。デカチップスです。ああ、まそう。会場花火大会は午後40分からです。今からもお待ちください。過言ではない。いやすごー、なんじゃこりゃ。トロトロすぎるので、はい、はい、本日はこちらで終了です。終了です。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回も見ていただけると嬉しいです。さよなら。バイバイ。夏満喫じゃー。